コールオブデューティのロゴ、コールオブデューティは第二次世界大戦を舞台にした FPS で COD シリーズの第一作であるアメリカ編、イギリス編、ソビエト編の3キャンペーン計26ミッションで構成されており、連合各国の一兵卒として仲間たちと共に様々な戦場を体験できるのが本作最大の特徴である。特にノルマンディ上陸作戦や スターリングラード攻防戦における大人数での死闘の迫力と臨場感は他の FPS とは一線を画す。エアスの2004年度ゲームオブザイヤーをはじめ数々の賞を受賞したスクリプトの多様による映画的演出、洗練されたモーションアルゴリズムと AI による兵士の自然な動きなどが高い評価を受けた。仲間の NPC も個性豊かに描かれ、 イギリス軍のプライス隊は、後の作品にも登場する、名物キャラクターとなった。脚本は、マイケル・シファー。演出を重視した結果、ゲームは決められた展開で進行する。従って、行動の自由度は低いが、その分緻密な難易度接点がなされている。賛否は、分かれたものの、このゲームデザインはシリーズに一貫している。もっとフレンドリーを標榜しており、シリーズを通して、 モッド開発が比較的容易なことも特徴である。単純なデータ差し替えから日本語版はすでに販売終了している。北米や欧州では Xbox 360や PS3 に向けて Call of Duty Classic というタイトルでダウンロード販売されているブリコートマナーペガサスブリッジエダーダムパブロフ S ハウスアメリカ編のプレイヤーキャラクター。階級は二等兵。 アメリカ陸軍第百一空挺師団第五百六パラシュート不評連隊 B 中隊所属。ホーリー英語版声優、スティーブン・ブルーム・マーティンの上官。階級は大尉冷静沈着な中隊長。ムーディー英語版声優、グレッグバーガー・マーティンの上官。階級は軍曹、後方来落。エルダー英語版声優、ジョバンニ・リビシュ・マーティンの同僚。階級は二等兵。 若干頼りない。エヴァンスイギリス編のプレイヤーキャラクター。階級は軍曹イギリス陸軍第六空挺師団。オックスフォードシャーバッキンガムシャー系不評連隊。第二大隊所属。あとに、第 2SAS 連隊第3中隊へ転属。プライス英語版声優。マイケルガウエヴァンスの上官。階級は大尉あとにエヴァンスと共に、SAS へ転属。 潜入任務では流暢なドイツ語も操る。立派な口ひげともみ上げがトレードマーク。ウォーターズ英語版声優、ジェイソン・ステイサム・ウェバンスの同僚、階級は軍曹、優秀なベテラン SAS 隊員、アレックセイ・ソビエト編のプレイヤーキャラクター。階級は二等兵、一般市民だったが、ソ連陸軍にスターリングラードの戦いで招集され、 第13警備士団で才能を買われて狙撃士として一時、編入。その後、第2新鋭戦車軍へ転属。あとに、五条、軍曹と昇格。ズボフ・アレクセイの上官。階級は少佐、第13警備士団所属。パブロフ・エイ・ゴヴン声優、マイケル・ベル・アレクセイの上官。階級は軍曹。実在の軍人ヤコブ・パブロフがモデル。ネットワークを介した。 他人数対戦モードを備える。プレイヤーは連合軍と数軸軍のどちらかに属し、ルールに従って得点を競い合う。ルールやマップにはバリエーションがある。自分が倒された時、その状況が敵視点で再生される。キルカム機能が独特であった。Call of Duty Pass Finder Country Suite Drive Approaching The t i l p i t t b i l o w Dex t a s and Flak i l l i n g s エダーダムテイキングストリングラットブレイキングスルーレッドスクエアスュィアーズアンダーストリングラットタンクスエーロットペガサスブリッジありがとうございます